こちらはネクスコ東日本です。午後4時10分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を高野方面へ走行中の方にお知らせします。この先を先頭に交通集中のため渋滞しています。続いて6号三郷線上り方向の情報です。小杉ジャンクションを先頭に伊豆付近まで5キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて6号向島線上り方向の情報です。両国ジャンクション付近を先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ外環三郷よりお伝えしました。あなたにリストを